みなこんにちは、ハリーです。ボッティーの主通してがい今回なんですけれども、とりあえずびっくりした。3月注目イベントはこれだよ。みんな早速やっていこう。そして皆さん、おはようございます。ハリー起床しました。いやー、寝声の声ですね寝声の声ってわかりやすいよな。なんか鼻に詰まったような声するような寝声の時ってね。さあ、ということで今回もですね、元気にやっていきたいんですけれども、注目のですね、3月どんなイベントがバウンティーラッシュが来るのか、これをね、一緒に見ながら過去の傾向まとめながらね、楽しんでいこうぜ。みんな早速やっていこう。さあ、まずはですね、3月去年何着てたか、ちょっとそれだけまとめていこうか。まず一つ目が、最悪の世代ピックアップガチャ。よいしょ。いや、星4のね、かけらたちが当たります。かけらピックアップガチャっていうのが来てたよね。今の流れで言うとさ、最悪の世代来ても全然いいんだけど、海軍とかも来てもいいんだけどね。悪魔の実系列が続いてきてるじゃん。ゾーン系とか、パラミシア系とかで。で、多分次、ロギア系だと思うんだよね。だからロギア系ピックアップガチャ、星4のかけら来ると思うんで、みんなこれ楽しみにしておいてください。去年はこれが来たのが、3月の3日っていうことで、一応ね、3月の1週目に来てます。ワンチャンもしかしたらね、来週とか来る可能性が高いんでね。これもちょっと楽しみだね、ロギア系のガチャ。星4のかけらについてはね、なんか、今後引いた方がいい気がするんだよね。まあ、無課金者の人とかに関してはダイヤとかあんまりたまんないと思うから、こういう保証のかけらいっぱい集めて、超越戦キャラクターの時にチケットとかでもいいし、素体をゲットして保証のかけらでレベルアップするっていうのが大事になってくるからね。保証のかけらのガチャ引くのもおすすめだよ。まあ、今の時期は正直ダイヤ使ってもいいと思うから、まあ、ぶっちゃけ4月とかからダイヤ貯め始めればね、2000個くらいはだいたい貯まってくるかなと思うので、まあ、当たる確率も 40% くらいですか。そうなると、なので超越戦キャラクター1体当たる可能性があるっていうことで、そこにかけるのもありなんじゃないでしょうか。そして3月6日になりますと、リリー1500日記念イベント。よいしょ。去年は1500日記念イベントっていうリリース記念イベントっていうのが来てるね。まあ、リリース記念イベントでバウンティーの中でも結構さ、大きな方のイベントになってて、大型イベントに属するんですけど、これねめちゃくちゃいいんだよね、リリース記念イベント。去年のこのリリース記念イベントの時は、なんと星4のキャラクターが8体当たるようなイベントになってたし、攻撃の継承メダル 14%、 すごいよねこれね。しかも最後無料っていうことで、星4のキャラクターがいっぱい当たるイベントになってた。だから、もし無課金者の人でね、ゲットしてないよっていう人に関しては、こういうのもね、ゲットしてみるのおすすめだし、まあ、今の時期ダイヤ使っても大丈夫だから、サポートに使ったり、かけらに使ったり、ね、欲しいキャラクターのために使ったりっていう時期で、みんな大丈夫だと思うので、ぜひね、ダイヤある人はこういうの引くのおすすめですよ。リリース記念イベント1500日を記念しまして、ダイヤ配布50個配布。いや、激アツイベントみんな。まあ、ちなみに次リリース記念イベント来るとしたら、1900日記念イベントになるんだけど、1800日記念イベントが1月の3日に来てたっていうことで、まあ、そっからね、約100日と考えますと、59日ということになります。なので約60日。となると、あと40日後ですから、まあ、来月だよね。4月頃に1900日記念イベントが来るかもしれないっていう形になってくるので、まだね、近くになってきたら、また動画を作ってね、こんなイベント来るよっていうのを出していくんで、みんなぜひ楽しみにしといて。ダイヤ早くは見逃すないね。ログインボーナスの方でもね、かけらの配布があったりとかっていうことで、激アツイベントだったよ。そしてまだまだ行こう。3月9日みんな注目してる日だよね。シャンクス誕生日記念イベント、よいしょ。シャンクス誕生日だよ、3月9日。流れ奇跡の真ん中で、いや、めちゃくちゃ楽しみだね、シャンクス誕生日記念イベントね。まあ、何が来るのかっていうのは正直分かってないし、まあ3月9日でイベント更新は来ることは濃厚になってきてはいるんだけど、シャンクスなのかっていうのもちょっと注目になってきたよね。ビッグマムさ、今カラーが来てて、これね、カラーに合わせてね、もしかしたらマム来るかもしれないしね、何百日ぶりにもしかしたら復刻するかもしれないっていうことで、みんなね、楽しみにしておいてください。いや、それでも700日だよ、約。いや、すごくない、こんな期間登場しないキャラがいるって。超越戦キャラクターとして忘れ去られすぎてるけどね。毒キノコになって帰ってきちゃった。シャンクスがもしかしたら来るかもしれないですね。どっちのシャンクスなんだろうね。これもちょっとまた動画話していきたいけどさ、緑シャンクスだったら引くよっていう人もいれば、逆にね、意外と持ってないよっていう青シャンクス欲しいなっていう人もいるんじゃない。まあ、レア感出てきたよ、なんか旧キャラクターたちが黒ひげとビッグマム、シャンクス、なんかここの3体がレア感出てきちゃってるよ、なんかね。まあ、昔ね、なんかこの3体だけはピックアップした超別元キャラクターまとめガチャっていうのがね、昔来てたんだよ。すごくない、このガチャ。こんなガチャあるんだみたいなね、みんな知ってる、知らない人も多いと思うんだけど、あのね、超越戦キャラクターのおでんとかロジャーが登場する前とかにね、こうやってまとめてガチャが出てきたこともあったんだよね。すごかったんだよこれ。なんかどれが当たっても嬉しいねみたいな感じだったのよ。だけどまあ、その後環境ぶっ壊してロジャーとおでんが登場しちゃったんでね、意味なかったんですけどねまあ、よく期待を裏切るね、運営さんですから、いい意味で。まあ、めちゃめちゃ楽しみにしておいてください。こういうガチャも来る可能性もあるね、今後ね。チケットとかも配布されるようなイベントになってました、シャンクス誕
生日、今月誰が来るのか、3月9日まとめ、ぜひお楽しみにしていてください。そして3月14日になりますとホワイデーイベント、よっしゃみんな、ホワイトデイが登場しますよ、皆さん。ホワイトデイじゃないですよ。ホワイですからね。ホワイトデイですか、皆さん。ダボーですか、ホワイトデイの、ホワイトデイイベントめっちゃ楽しいですね。まあ、この動画で紹介した通り、ホワイトデイイベントっていうのはバウンティアショー大きなね、イベントになってるんで、もしかしたらね、激アツガチャが来るかもしれないということで、みんな楽しみにしておいてください。このホワイトデイガチャイベントに関してはまた直前で動画紹介していくので、ぜひ楽しみにしておいてほしいんですが、まあ、去年はですね、チャーロット・ペロスペロなど人気キャラクターピックアップされました、ホワイトデイガチャイベントというのが開催されました。インゴットイベントになっててね、継承メダルとか交換できるよってイベントになってたんだけど、なんかね、去年はね、ちょっと微妙だったよね。ピックアップ1体確定、そして豪華特典付きのホワイトデーガチャイベントっていう開催ということになったんですが、まあ、例年通りですと、かけらがね、ピックアップされるような、まあ、激アツイベントは期待するんですよ。もう保証のかけらが100個ゲットできたようなね、イベントは来るかもしれないんで、これもね、もしかしたらゲットできるってことで、みんなこれも楽しみにしておいてください。ホワイトデーイベント、今年も注目ですよ。そして去年は交渉キャラクター2体登場します、ペトロオーブン、ありがとうございました。ミンク族キャンペーンっていう単発イベントのペトロ、そしてその後ホールケーキアイランドガチャのオーブンが登場してるっていうことになりました。まあホールケーキアイランドキャンペーンっていう感じかな。まあ、2月のねフェス限キャラクターがその1個前ゾロくんで更新になった時はクラッカーとブリュレのホールケーキアイランド系だったんだよね。まあ、だからそこで登場したっていう形もあり得るんじゃないかなと思います。今月もね交渉キャラクター登場するかもしれないんだけど、まあ、登場するとしたら3月のフェス限キャラクターの更新の時に繋がるような形で、2週間くらい前からだいたいね1週間ごとに交渉キャラクター登場する可能性がねあり得るかなと思います。過去のデータ元にして見てみると28更新ですから21、14のイベント更新が期待できるかなって感じかな。もし3月9日の更新の時に新しいイベントが来たとしたら14とか21で更新になる可能性が高いよね。でそこになってきたら多分ね工場キャラクターの可能性も高くなってくると思うし、28の鉄拳キャラクターの更新これもね楽しみできるんじゃないかなと思うので、まあ、とりあえず3月9日のイベントに注目してその後の工場キャラクターのイベントが来るのかどうかっていうのが見えてきたらまた動画にしようかなと思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。ペドロもオーブンにしてもねどっちもね環境ですごい活躍できるキャラクターではなかったので、まあ、そんな引かなくてもいいと思うんだけど、まあ、オーブンとかもさ、まあ、ツイッターで見てるような感じがするとなんかキルシューとか作ったりねすごい面白いキャラクターだと思うし、なんだったらエースさんでヤマトに上位互換されちゃったんですけどね、まるっきり同じスキルじゃんねこれね。でペドロもね感電状態得られてるんですごい面白いキャラクターになってるんじゃないかなと思います。最近工場キャラクター強いからね、なんかすげえキャラクター並みに強かったりするキャラもいるじゃん。だから今年もねちょっと期待しておきたいなと思いますし、ロジャーおでんが登場した時もねその年のフェス限キャラクター、いや超フェス並みに強かった工場キャラクターっていうのがいて、ナゴミがいたんだけどさ、あのナゴミね自分に無敵貼ることはできるのよ。あの無敵貼るっていう能力って赤犬が登場する前むちゃくちゃ強くってね、これが赤犬登場した後もさ若ドフィーが登場したことによって若ドフィーとそのナゴミで使う人もいたりとかするわけ、めちゃくちゃ強いパーティーが出来上がったりっていういうくらい工場キャラクターでもね化けに化けるキャラクターがたまに出てくるから、もしかしたら強い可能性も高いと思うので、工場キャラクター一体一体評価していくのでぜひねそっちもお楽しみにしていてください。見逃せないよこれ。そして3月16日ホワイトデーイベントの2日後はシーズン100突破キャンペーンということで、シーズン今122とか3だと思うんですけど100を突破したよってことでシーズンキャンペーンというのを行われました。クリスタのオーブがね多く手に入ったりとか、デイリーミッションでいつもよりも多くの日曜ダイヤをゲットできるよっていうね期間限定イベントは行われておりました。まあ、今回はね 100関係ないので何も来ないと思うんですけど、こういうのもあったよってことでみんな楽しみにしといてね。今後何か来るかもしれないからね。そして注目はですね23日8000万ダウンロード記念イベント、なんだよ実は去年ね8000万ダウンロードで黒ひげ復刻してんだよね。あなたいつもすごい時タイミング復刻するよね。黒ひげがなんと50個のダイヤ配布しながら復刻しました。やばくない？太っ腹デブっ腹ちょっと太っちゃったよ黒ひげだ。大岡七部会のマーシャル DK ちゃんがこのタイミングで復刻ということになってます。まあ、去年はねこの時期能力者のキャラクターたちが登場してたということでね、能力者キラーでもある黒ひげが登場して結構ね環境に適正してるような性能ではあったんだけど、まあ、1.5 ゲージできたりとか、まあ、加速性のディフェンダー使うんだったらマムでいいよねっていうことで、正直使わないっちゃ使わないんだけどね、でも十分ね面白いキャラクターだったと思います。まあ、ここでゲットしなかったんでちょっと遠出てこないキャラクターになっちゃったので、ゲットできた人はラッキーだったね。今年のさ3月23日でしょ、だから今年で言うと3月の
19とか21とか、だからここら辺になってくるんじゃないかな、イベント的にね。もし21とか20とかで来る、いやどうかな、19日で復刻した方が一番いいと思うけどね。20日は秋分の日でみんな休みだから、だから売り上げも狙えると思うしね。21のイベントで超 S、 いや復刻するんだったらやっぱ19日のような気がするよな。だから14日がホワイトデーイベントになって、19日に超 S キャラクターがダウンロード系で復刻するってなったら、現在1日にダウンロード 1.3 億が来てるっていうことがあって、9日で更新でしょ。だから第1弾第2弾で9日、第3弾で14とか12とかになるのかな、ちょっと伸びて19とかの可能性も高いよね。ということで皆さん、超越戦キャラクターの復刻、これも楽しみにしておいてください。 1.3 億ダウンロードどうなっていくのっていうことで、今後のね 1.3 億ダウンロードまとめたイベント情報を流していくんで、ぜひねそっちの 1.3 億ダウンロード今後どうなるの動画楽しみにしといて。いやーどうなっちゃうんだろうね。今月は3月下旬中旬らへんから激アツになってくるかな、楽しみにしておこうみんな。そして3月は30日ラストの日でしたね。今回は28日ですけれども、新キャラクタートレスローズキャンペーンということで、新キャラクター白馬とチンジャオが登場してました。まあ、こんな感じで新キャラクター登場した時楽しみだからね、みんなワクワクしておこう。まあ、白馬がこの時期さ、状態異常が入んなかったりとか、旗ダッシュした時にねめちゃめちゃ早くダッシュできるよってことで、環境適正する能力が登場したじゃん。今回もしかしたらね、環境適正能力のあるキャラクター登場したんじゃないの。青属性のゲッターが出たわけだし、今回だったら誰かな。黒属性のロジャーだから、赤青緑から出る可能性もありえそうだよね。白属性が出ちゃったらちょっとロジャー対抗にはならないんじゃないかな。まあ、黒属性同士だと言ってもね、ちょっと正直サポートが良くなるだけなので、そこは交渉に任せるとして、やっぱり赤青緑から強いキャラクター出そうじゃない。となるときっとノートが S&M のヤマトに強いのかとか、そこら辺も注目になってくるよね。いや今の環境マジで面白いな、バウンティ。だからとりあえず黒属性に対抗できるキャラクターだよね。ロジャーに対抗できるキャラクター欲しくない。ちょ、みんなこれも楽しみにしとこうぜ。こっから対抗出まくるからね。さあということで見ていきましょう。どうでしたでしょうか。いやー楽しみだね、3月のイベントもね、盛りだくさんじゃないかな。まあ、今月でいうと 1.3 億ダウンロードが始動し始めましたので、まあ、さっきね一緒に去年はこうだったけど今年はこうかなみたいな感じで見ていった通りね、 1.3 億ダウンロードの記念イベントは3月の主戦になってくるんじゃないかな。まあ、その後言うと情報修正とかもあり得ると思うんだけどね、10日の週8日の週来週とかではちょっとね、そろそろ情報修正の情報出てこないと、まあ、下旬からの情報修正はないんじゃないかなと思うのでね、ちょっとそこも注目ですね。さあということで見ていただきました。次の動画でもお会いしましょう。ではまた。3月も楽しみだねみんな。